その場その場でこうなんかよく子どもの様子を見るっていうことでしょうか。小学2年生の、男女双子の母です、うん、フルタイム共働きで放課後夏休みなどの長期休暇中は学童に預けています、うん、小学4年生から定員により学童に入れないので長期休暇の間に塾に通わせようと検討中です、うん、塾に入ると周りの環境で中学受験をする流れになるとよく聞きますが中学受験の世界に足を踏み入れる覚悟がまだなく塾に送り込んでいいものか悩んでおります。勉強の進度も性格も志望校も違う2人の子どもの受験を働きながらやりきれるのか佐藤ママならどのように舵取りされるのかご意見伺いたいです、うん、まあお母さんが中学受験大反対なら、うん、あのまあとりあえず中学受験しないとか決めててまあでもなんかあれでしょ学童に入れないんであのまあ長期休暇ので塾に通せるのは私は全然ありだと思います。で周りに通ってるからって周りがね中学受験の雰囲気になったとしてもいやお茶しないからってあの言ったらそれでいいことなんでね。でもまあ小学校の間勉強するのは大事なんでまあ通ってよねっていうことだったらいいと思います。もしやりたいとかもし言い始めたらまあ言い始めた時に考えたらいいんじゃないですか。まあ先々のことを考えてこうなったらどうしようあなたどうしようと考えたらね子育てできないんですよ。でとりあえずでも勉強するのはいいことだし学童がいないのにその子供たちだけいるっていうのはちょっと危ないでしょ。お母さん仕事しないといけないしっていうことでまあ、覚悟とか、まあ、とりあえずいらないのでね、まあ、結構こういうのは成り行きなんですよね、まあ、覚悟してなんとかって言っても、まあ、それで合わない子もある子もいるしね、まあ、とりあえずねその場その場でこうなんかよく子どもの様子を見るっていうことでしょうか。でね、まあ、学校性格もなんか進路も違って志望校も違う、まあ、でも男女の双子なので、まあ、多少成績がこずれてもね男の子2人とか女の子2人だと、まあ、意外となんか2人でね競争したりとかするんでちょっとややこしかったりするんですけど男女なので、まあ、あんまりそんなまあ、そんなには言わなくても大丈夫な、まあ、同じ同性よりは大丈夫なんで、まあ、気にせずにですねでまあ、働きながらやりきれるかどうかはやってみないとわからないですね。だそれはまあ別にお母さんの時間をちゃんとこうちょっと融通しながらするしかないんでまあやりきりたいと思ったらやりきったらいいんでもうやりきれないわとかこれこういろんな仕事もあるんでね無理だわと思ったらもうとりあえず中学受験やめて高校受験するっていうふうに変えたらいいと思います。まあ、とりあえず私は小学校2年だし入れたらいいと思います。私だったら入れる。